どうもコンソメ TV です。どうもコンソメ TV です。今回はコンプラをやっていくんだよね、ひっくん。でもこれ第3話なんだけど、やばいことが起きました。とか言わないでよ。通談、通談だよね。言ったやん。もしか、まさか通談の言い過ぎやろ。しかも洞窟の中に通談が迷子になってしまいました。僕たちさ、そういえば第3話なんだけど、第2話でさ、石炭めっちゃ集めてたじゃん。うん。それさ、全部さ、もう鍛冶屋さんに売っちゃったんだよね。大丈夫、僕10個持ってる。今回は出してよ。まあ、通談を救出&石炭を集めるでいいんじゃない？しんど。あ、いけん。あの、ここ、下流に沿って、うん、落ちていきましょう。そうだね。やばい、落ちそうで怖いな、これ。僕も落ちそうで怖い。落ちそうで怖い。いや、やばい。やばいかもしんない、僕。僕も落ちるかもしんない、ひーくん。マジ？やばい。やばい。コントロールが効かない。ひーくん。やばい、近くに行きすぎた。僕も近くに足を滑らしちゃって。イエーイ！どこにあるの？いけん。左、こっち。さらに僕たちさん、ブロックあんまり持ってないんだよね。ねえ、ひーくん、あの、上流止めに行く。止めて。あ、でも止めると戻れなくなる。ない。いや、こっちを止めるの。こっち止める。こっちの脇見て。あ、ブーちゃんと来た。見えた？ブーちゃんと見える。よし。やばい。とにかく脇水は。脇水。あ、ナイス。ダイヤモンドがここにあるんだよ。本当だ。敵ツール僕持ってないから、アッキー掘ってくんない？自石アッキーゲットできるよ。あ、ちょっと待って。この下が水な限りちょっと落ちちゃう。うん。後でみんなのために使おう。何個？ダイヤ。6個。6個？うん、6個だね。私ダイヤのところよりもっと下に来てる。よし、実績ダイヤモンドをゲットした。イエーイ！ただ、このダイヤモンド、ラピスラズリだ。これを取っておこう。僕も取りたい。これ、エンチャントに必要だから、アッキー取っといて。またもやダイヤ発見したんですけど。マジ？アッキー掘って。本当だ、やばい。アッキーたち、思ったんだけど、この深すぎて確かに迷うわ。あ、スーザンだ。やっと掘った。スーザン救出大成功。あ、またダイヤあるし、しかもやば、金もあるよ、アッキー。ダイヤがまたあるよ。これで3個あればラッキーだな。でもこれ見て、ここ見て、ここ見て。あごめん。ねえ、取らないで本気で。スーザンが掘るとアイテムが消えちゃうから。一個か。あ、みんなに。一個でここに金がある。金は。金も一応掘ったら。かまど作りました。イエーイ！これで僕が持ってるありたけの鉄根をこれで焼きます。僕も鉄つエレベーターだ。あと1個見つけるとして、うん、ダイヤモンド作れる。アキ、あといいものみんなにあげる。 鉄の斧、スーザンにも鉄の斧あいらなすぎるから。もうまたダイヤあったし、しかもえ、なんて1個だ、今度は。あ、1個いいじゃん。どこ、あの1個、え、鉄ツール持ってる？ひーくんは。僕鉄ツールでアイテムドロップしたから。金もあったし。ほんとだ。あのさ、思ったんだ
ダイヤン剣の方が強いでしょ。みんなこっち来て。あー、ありがとう。イエーイ。これで無敵だよ、僕たち。スーザン、はい、ダイヤン剣消滅するかも。ワンゴンで。それよりもスーちゃんは、わー、ツルハシが欲しいのでございます。キリ君、ダイヤモンド1個くれ。ダイヤ2が作れ。ねえ、ダイヤさん、やばい、僕迷子になった。マジ？僕はマグマたまりで迷ってしまったのか、このまま一生出られないのか。あー、もう松明もありゃしないし。あー、もうこうなったらこうするしかない。レッドストーンの松明で。よっしゃー、アッキーのところに行ける気がしてきたぞ。やばい、アッキーどこら辺にいる？座標がマイナス270、マイナス27、マイナス23。僕の方が深くに来ちゃった。こうなったらこの手しかない。うるるるチョッカー掘りだ。いるよ。え、後ろいるよ。何が？リくん、私いるよ。あ、いた！あ、みんな！みんな会えて嬉しいよ。あ、ダイヤモンド発見！また？私にも話して。どこどこどこ？あ、またダイヤだ。お願いだ、ダイヤ一つくれよ。あそこにダイヤだ。どうだ？どうだ？お願い作ろう。いいよ。あ、それで本内で。じゃあどれの鉄ツールあげるから、後で返してね。レンタル、レンタルだから、ね、レンタル。スーザン、だって買ったら2個あげるからさ、あの作業台あるからさ、鉄、あのダイヤツール作ってくんない？あっ、みんな石炭持ってる？持ってない。ほら見て見て見て。アレックス。え、アレックス？うん、スティーブ。どうした？あるからね、これ。今回はすごい報酬がありました。なんとダイヤモンドの剣を3人分&金のリンゴ1個作れる量の金&ダイヤモンドのツルハシ&ラピスラズリをゲットすることができました。ただ僕たちも洞窟に迷い込んでしまいました。ここから脱出するのは第4まで。はい、動画がいいねと思った人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。エンドル登録になったら、はいやー。バイバイ。